お疲れ様でございます、えー。今回はですね、FX において、レンジオプションが正確に弾けると、ここまで見やすくなりますよってことをね、ちょっとお話ししたいと思います、えー。まずはこれがですね、9月17日20時の時点での1時間足です。こういう形になっていまして、どういう風な現象が起きてるかっていうとね、レンジオプションですから、この赤い範囲で上下が リミットを迎えてますよってことなんですすよ。すなわち上に到達した時にセルを入れればこの利幅が取れていてでこの下の線のところで倍を入れればこの利幅が取れているってことですよねまあ一番上まで行けばいいんですけどもなんでこの辺りで止まってるかってことはもうすでに解説済みですまた下の方に行って同じポイントでまたね上昇しているってことこも注目なんですよ で、この2つのポイントを引いたのが、実はね、この時点なんですよ。で、上のポイントを引いたのがこの時点です。ちょっとこれ別の図を見ていただきます。ほとんど同じ図です。これ。ね。昨日の時点なんですけども、ここでこのポイント、ここでこのポイントに当たりをつけて、赤い横線を引いてレンジを決めたんですよ。これが昨日のことです。で、この2本の赤い線が、 24時間後も生きているからレンジオプションが先ほどのようにできるわけですよね赤いポイントを引いたのは昨日のことであり横の線を引いて141円ジャストと140円300あたりに上下の線を引きましたそうすると下なんて顕著ですけどもここで反応して上に戻ってるでしょこうやってポンと上に戻るわけですよここも同じように ポンと戻るわけです,よですんで、ここが決済ポイントでありエントリーポイントってことになります。これがあるから、これが分かるってことですよね。で、上も結局ここに決めていたんですけども、これはね、今朝の8時50分の材料が入ったところだったんで、ポジションは持っていないんですよ。ただ、 上程と言いますかね141円の000は動かさずにいたんでこのレンジが今の今まで使えてるってことですよねでなぜねここで止まっているのかってことは半値で決済するようになっているかってことはもう別の機会にお話ししましたんで今日は言いませんで結論ねレンジが正確にこんなに早く引けてるとそれが翌日にも使えるから利益が取れるってことなんですよ もうね、このレンジオプションが使えない方にしてみたら予知能力みたいに思いますけどもこれがテクニカルの公式なんですよこれができるから <laughs> 将来予測ができたりシナリオがかけたりどこでエントリーしてどこで決済するかっていうのは当たりがつくんですよね当たりがつくだけですパーフェクトではありませんこれが通用しない時もありますからただし多くの場合で通用してその確率が勝ち越しなんですよ 大体4回は外れても6回は当たるんでその差額の2割で勝てるってことですで実際には7対3ぐらいで大体こうなってるんですよだからこれが500年前から作られていまだに当てになるってことなんですよねはいじゃあ正確にレンジが弾けるようになるとこんないいことがあるよとかねここまでシナリオが先々まで使えるよってことですちなみにもうすぐアメリカの材料が始まりますのでこのレンジは もう今日までしか使えない月カーだけのマーケットってことになります。さようなら。